こんにちは、日本改革党靴沢です、今日はですね、警視庁にデモ申請に行ってまいりました、先方はですね、池袋開催でしょって勘違いしてて、そっちの方の書類用意してた以外は、つつがなく手続き完了いたしました。あんまりね、先のデモ申請できないんですよね。急にですね、通行止めの工事とか、通行止めのなんか入るかもしれないんで、まあ、10日ぐらい前に申請して、そこから正式な告知してくんない、言われておりますんで、今日は終了してきたんで、正式に告知いたします。これでやっとできんな。NHK スクランブル、実質解体デモ、日時10月2日、日曜日、13時30分、集合、神宮通り公園北側、前と同じ場所です。渋谷、5月にやった渋谷のスクランブルデモ、集合場所一緒です。神宮前、6-22-8、渋谷区神宮前ね。まあ、こういうような、チラシもまあ、同じような作ったんですけども、今回も、メディアはガン無視する、と思われます。来たらたまげちゃうよね。テレビニュースになったら、こっちがたまげるっちゅうようなもんでね。より多くの皆様にご参加いただき、私も参加したが、テレビ新聞は一切報道しなかった。という歴史の証人になってください。よろしくお願いいたします。軍艦島の捏造番組で、捏造徴用工の原因となり、日本企業の製品は一切取り上げないのに、サムスンやファーウェイのスマホは喜んで宣伝し、プサンの台風被害を心配し、BTS の兵役免除に肝そぞろの NHK を許すな。解体しろ。民法の契約の自由の原則を踏みにじっている脱法組織 NHK を許すな。ということで、10月2日よろしく渋谷にご参集ください。お願いします。情報提供ありました。昨日ですね、9月15日木曜日、夕方の新宿アルタ前、おじいちゃんが5人ぐらい並んでますな。この連中はですね、国旗国家拒否、ジェンダー言ってる元教師の根津紀美子72歳のグループだそうであります。このオレンジ色のロゴリが目印なので、根津紀美子グループということで。おじいちゃんが国葬反対に、やってますけれども、外国人記者、あなた方はどうして老人ばかりなのですかっていうような感じですね。おじいちゃん5人、ということで、女性、見かけないなぁ、こんなプラカードを考えてましたけれども、弔いの強制をやめろって書いてありますけど、欠席できんだから全然強制してないよね。バカには分かんないんでしょうね。国葬は安倍の神格化と書いてあるけど、吉田茂総理が神格化されてるかっていうと、そうでもないですよね。まあバカだから分かんないんでしょうけどね。岩上康美の IWJ は、左翼御用達で、ほぼ仲間であります。IWJ の腕章をはめてですが、取材に来ておりましたけども、多分、いず、こんにゃくから来てねー。仲間だから、教えられてくんでしょうね。IWJ が NHK でも、俺らがやってる NHK でも、を取材に来たことなんか、全然ねえもんな。円安朗報、セブンイレブンが国産小麦粉に、切り替えっていうことで、うどんなんかの商品をですね、順次国産品に切り替えていくそうであります。為替が不安定で、安定してる国産の方がいいっていうことらしいんですけどもね、円安で国産産業復活ですね、これ。小麦もバンバン作るようになるかもしんないな。輸入品より国産の方が安くていいやっていうことになればね。これが嫌で必死で円高誘導していた、中国韓国企業を儲けさせていた民主党政権と。民主党の方針がですね、円高だったんだから、円高行くないと、その時点で気がつかないと。円安、チョベリグーということで。チョベリグーって何だって話なの。民主党の反対が正解。真理ですね、これ。世界の普遍的真理と言ってもいいんじゃないでしょうか。
安売りしか武器がなくて、安くなりつつ日本製品と比べられて苦しい中国韓国を助けるためですね、テレビ新聞は一斉に悪い円安と絶叫中なんですけど、円安にいいも悪いもねえよ、何言ってんだ、皆様騙されないでください、急激な円安は混乱招いて、良くないかもしれないですけど、じりじり円安に行くのはとってもいいことですから、円安が継続すればいよいよ海水からウランを抽出した方が輸入するより安いってなって無限のエネルギー手に入りますね。無限のエネルギー、なんせ海水には無限のウランが溶け込んでますから、これ見越してですね、外国政府がカンナオとなんか使って反原発やらしてんですよ。あとね、核の研究に秀でると優れると、ちょちょいと核兵器作りそうで怖いっていうのもありまして、誰もいないですね、日曜の経産省前で凱旋やってるのは外国政府に対してですね、サボってませんよ、働いてますよ給料分はっていうアピールのためなんでしょうね。カンナオと以下反原発の連中出なければ、連中はですね、話にならないバカっていうことになってしまうじゃありませんか。誰もいねえとこで叫んでんだもん。まあそういう可能性もありますけどね。北川和夫公明党幹事長、カルト規制を議論するのはいいが、具体的にどういう中身で法律を構成していくかは容易ではない。まあやる気ないって、これ阻止しそうだな、自民党を押さえつけてね、そういうのは作ろうなんて言った場合はな、ネットの話ふざけんな、お前が言うな、何を人ごとみたいに、公明党がこれ言うのは変、創価学会カルト規制法ができたら困るっす、自分らに都合悪い法律作られたくないわな、公明が自民に圧力かけたら成立不可、容易ではない、イコールやめてください、死んでしまいます、自分とこがカルトだもんな、難しいって言ったってそんなの簡単でしょ、私の案を採用しろって、普通の神社仏閣が氏子さんや檀家にさせてないことをやらしている団体を潰せばいいだけですよ、例えばですね、普通の神社仏閣がやってないことを、投票先を支持する、信者の内心の自由を認めない邪教ってことですからね、新聞を配達させる、普通の神社やお寺さんそんなことをさしてねえから、布教のために信者を駅に立たせる、そんなことしてる神社仏閣見たことねえよ、まあこれで検証会もアウトですね、とりあえずこの3つを規制するだけで効果絶大ですよ、そうかそうか、創価学会っていうんですか、ダジャレですけどね、国葬中止訴訟が東京埼玉横浜大阪地裁で門前払いをされたことを受け、安倍元首相の国葬を許さない会、いずの間に立ち上がったんだこんなの、藤田孝景代表、国民がこれだけ反対している、その声を裁判所が受け止めなかったのは問題だと思う、何者だけは知らないけれども、司法の概念を全く理解してないみたいですね、国民がこれだけ反対すれば判決、法に逆らった判決出ても叱るべきって思ってる、ろうそく持った危険デモでですね、大統領が引きずり下ろされる国とは違うんだからな、日本はな、ネットの話、法律守れよ、感情論で法律変えろと、司法が国民の声で動いたらあかんやろ、裁判所なんだと思ってんの、法律の運用に世論の配慮しちゃダメでしょ、俺は反対してない、勝手に国民を代弁すんな、国民がこれだけ反対してるみたいなこと言ってましたね、そういえば、判決より自分らの声を尊重しろと、日本に国民情緒法はない、自分の周囲に反対してる人いないんだが、法治国家への挑戦と、国民がこれだけ反対している、してないこっから嘘、第一声から嘘、こいつが言う国民ってひょっとしたら人民のことかもしれないですね、共産主義者、民主主義者の作った法など守れるかーっていうような勢いでしょうか、体制に逆らう俺かっけー、
なるべく選挙違反に努める共産党なんかも おりますしね。左翼って結局独裁者憧れんじゃん。共産主義って独裁以外なりようがねえから、結局ですね、俺が気に入らないやつをぶちのめす権利っていうのを求めて活動してんのかなっていうのを思ってきました。だから法律なんか気にもしないし守らない。反対する国民の声が多ければ裁判所の判決も変わって叱るべきだなんて思ってるおじいちゃんがね、放置ってなんか分かってないし、まあ分かろうともしないと。藤田高影はこのおじいちゃんみたいなんですけど、中身幼児かな。俺が気に入らないやつをぶちのめす権利、権力が欲しいっていうおじいちゃんかな。だから法律のこと全然分かってなくて、こういう言葉が出るんでしょうか。声が出かければ判決変わるって、そんなのねえわ。隣の国じゃあるまいし。そんなこと許したらですね、人数を動員できるやつ、反対のデモとかかませるやつは何やっても免罪ってなっちゃうじゃん。それをこいつらは目指してんでしょうけどね。気に入らないやつをぶちのめせる権力が欲しいっていうですね。動員して反対のデモをやったらば、悪いことしても判決が無罪になるみたいな、そういうのを目指してやってるんでしょうね。反対してんのは立憲共産社民令和の支持者です。大体こいつらです。政党支持率からして反対の人数はわずかなもんでね、メディアが発表するですね、過半数が反対と整合性取れないんだよな。どう考えたって 51% も反対の人いるわけねえんだよな。メディアの調査方法に問題があるか、そもそも結果を捏造したか、どっちかですねこれね。朝日新聞、韓国政府が国連総会ついでに日韓首脳会談もやるって発表しました。時間を調整中だそうであります。松野官房長官、何も決まっていない。外務省、聞いていない。なぜあんなことを発表するのか。ネットの話、いつも嘘ついてんな。毎度毎度懲りないね。ガチのマジに気持ち悪い。そんなこと言ってない。騙し討ちする気満々。政権が変わっても安心のクオリティ。約束守らない国と話すことなどない。ニュース見たとき嘘だろうなって思ったわ。やっぱり嘘だった。大嘘こいたのは国家安全保障室次長。日本でいうとこのどんなポジションなのかわかりませんけど、国家公安副委員長ぐらいのやつなのかな。重要なポジションの人間が平気で大嘘つく。それが韓国政府であります。ついでに専門家が専門分野で大嘘つくと。例えば漁業の教授、専門の教授だと海洋学者っつうんですか。それがですね、なんか漁業協定するときに変な大嘘こいつなんだって。もちろん韓国側が有利になるような大嘘すぐに指摘されて赤っ端書いてましたけれども、まあ、専門分野で専門分野で大嘘つくと。大日本帝国が併合するまでですね、嘘って概念がなくて単語もなかったって言うんだからぶったまげ。じゃあ嘘ってなかったんだ。まあその通りですよね。そうとしか言いようがねえよね。条約守ります、嘘。協定守ります、嘘。合意守ります、嘘。こんな政府と何話せばいいって言うんでしょうね。竹島、日本企業欧州資産仏像返して土下座してくるまで無視すといいですね。ついでに統一教会が毎年毎年韓国に送金してたって金も弁済させてね、韓国政府に肩代わりさせて。それ日本人の金だしね。嘘って知ってたか知んなかったか不明ですけれども、まあ知ってたんだろうな。韓国政府の発表ですね、そのまま報道する朝日新聞。もう記者には日本人はいないって噂です。パチンコブログさんが書いてましたけども、朝日新聞が倒産した日を国民の祝日にしようって。祝日はやりすぎだと思いますけれども、悪魔を封印したぞ、千夜勝ったって、お祝いぐらいはしてもいいと思いますね。祝杯をあげるぐらい。私が生きてる間にですね、朝日と NHK が崩壊するのを見たいです。それが子孫繁栄にもつながります。私らが生きてるうちに朝日と NHK
潰しましょう。子孫に、あの時のおっさんなら何やってたんだって、こき下ろされないように頑張りましょう。皆様。というわけで、NHK スクランブルでもご参加よろしくお願いいたします。メール等員大募集であります。デトックスジャパン。